皆さんこんにちは。ぜひこです。それでは今回なんですけども、aupay が au 以外の方も利用可能に auwallet 含め特徴など3つ解説ということで、今回はこれまで au ユーザーしか使えなかった aupay が誰でも使えるようになりますよということについてお伝えしていこうと思います。それでは早速こちらですね。明日の8月29日から aupay、そして auwallet が使えるようになります。 現在、aupay が使える場所っていうのは100万箇所。aupay のユーザーの方も500万人を突破するということで、まあ、さらなる利用者を増やしていこうという感じですね。僕自身は au のユーザーではないので全然知らなかったんですけども、結構使われてるユーザーの方もいらっしゃってびっくりしていますね。ここからは aupay の主な特徴として3つ公式ページを参照してお伝えしていこうと思います。まず1つ目っていうのは au ウォレットアプリで管理が可能ということですね。 今回この aupay っていうのは aupay 専用のアプリがあるわけではなく auwallet というアプリの中で aupay のバーコードを表示させたりスキャンをして支払うことができたりしますちなみにこの auwallet 自体はチャージタイプになっていまして auwallet ポイント、自分銀行、クレジットカード、セブン銀行 ATM などチャージはいろんなところでも可能となってますなのでそこでチャージをして aupay として決済ができるということですね ま、あとこの au ウォレットにはマスタープリペイド式のカードもあるので多分 au ユーザーの方でしたらこのカード使われている方も結構いらっしゃるのかなというふうにも思います特徴二つ目っていうのは楽天ペイが使えるところでも au ペイが使えることですねまあ、以前動画でも解説をしたんですが元々楽天ペイしか使えなかったお店がこのように楽天ペイと au ペイがミックスした QR コードが置いてあったりするのでまあ、結構使える視野が増えるのではないのかなと思います最後三つ目っていうのは au ペイならではのキャンペーンがあるということですね こちら公式ページから引っ張ってきたんですが今回見てほしいのは赤枠の中でまず左側の通常特典で au 以外のお客様ということで今回の自分らですね200円につき1ポイントそして食べログこれ2つ目の真ん中の赤枠ですねここの食べログ特集の掲載のお店では今年の9月30日まで200円で10ポイントなので2つ合わせて一番右の枠として5.5%の還元ということになりますま他のペイサービスと比較するとちょっと物足りなさは感じます いいるかなという,ふうにも思います、まあ、唯一 auPay を使うタイミングといえばこちらのミスタ o n u t s と auPay のキャンペーンですね、まあ、以前動画でもちょっとお伝えしたんですが現在はミスタ o n u t s で auPay で決済すると10%の au ボレットポイントが還元されます。まあ、期間中合計1000ポイントで 9月30日までとなっていますので、もし aupay デビューをされる方がいらっしゃいましたら、このキャンペーンを活用してみるのもいいのかなと思います。まあそんなこんなで今回は aupay が au ユーザー以外にも使えるようになりますよということについてお伝えをさせていただきました。まあこの動画を見てくれてる視聴者さんで au ユーザーの以外の方で aupay 使われますでしょうかまあぶっちゃけ現在使ってる paypay などの匹敵するほどかというと、まあちょっと物足りなさを感じてしまうとこでもあったので、まあ僕自身は検証がてら使うこと あるかもしれませんが主力メンバーに加わるかは今の段階ではみたいなところではありますまあぜひですね何か思うことなどがあれば下のコメント欄に書き込んでいってくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました